千和との結婚はいわば私が間宮家に迎え入れてもらうための条件だったのです。しかし今私は彼女との強い絆を感じています。千和こそ私の運命の女性だという実感があります。もしもし、編集部ですか？間宮北斗さんのことで耳寄りな情報があるんですけど。なんかまだ雲の上を歩いてるみたい。すっごい緊張しちゃって。あら、落ち着いて見えましたよ。そうですか？さすがですね。舞台映えするっていうか、確か夜のお仕事の経験があるんでしたよね。まあどうぞ。今日のパーティーとても素敵でした。いろいろありがとうございます。それに週刊誌の件も。もう気にしないで。私の一存でやったことですし。でも私のためにいろいろ気を使ってくれて。分かってませんね。あなたのためじゃない、彼のためにやったんです。あんな記事が出たら間宮北斗の名に傷がつくでしょ。失礼いたします。奥様、お支度は整いましたでしょうか？今。どうかなされました？あなたのためじゃない、彼のためにやったんです。忙しい？ああ。だよね。なんだよ、どっか来たのか？ううん、いい。北斗の体が空くまで待ってる。今なら体空いてるけど。え？すごったい。じゃあやめるか。やだ。あ、おはようございます。あ、困るな。高梨くんじゃなくて間宮くん。何ですか？こういうことなら言ってくれなくちゃ。僕もお祝いに駆けつけたのに。でも急だったんで。あ、間宮くん、今日はテントに出なくていいから。え？君にはこれから法人営業兼務してもらおう。おお！法人営業？キャリアアップのチャンスだよ、チャンス、チャンス、チャンス。でもこの前退職願い出したじゃないですか。あれ？そうだっけ？何枚書いてんの？いや、ここだけの話、上の方じゃ昇給を検討してるっていうしね。頼むよ、詳しいことは直属の上司に聞いて。これはまた預かってくる。殿下の間宮か。これ顧客台帳。はい、名刺。いつの間に。あ、八神くん、昨日は残業変わってくれてありがとね。いえ、よかったですね、お幸せに。うん。どうぞ。失礼します。悪いね、いつも。いいえ、社長には早くお元気になっていただきたいので。もう僕の時代は終わったよ。
止まります、そんなことおっしゃっちゃ。うん、お借りしていいですか。うん、しかし意外だったな。何ですか。僕はまたてっきり君が北斗と一緒になると思ってたよ。結婚なんて。うん、いえ、妻だけが良きパートナーとは限らないと思いますけど。なるほど。新社長には敵が多いんです。これからも私が全力でサポートしなくては。マミヤ社長の。はい。じゃあお宅も安泰だ。マミヤホールディングスがバックについてるんじゃねえ。聞いたことない。もちろんです。お得意様拡大に伴って特別限定優待セールを行っております。いかがでしょう部長、オフィスの照明を LED にされては。よかったですね、契約取れて。言ったでしょ、余計なこと言わなくていいって。あんたは私の横でニコニコしていればいい。いや、でもさっきの。何。いや、いい、マーミーヤっていう看板が大切なの。マーミーヤ、それ以外使い道ないんだから。何。今日中にあと10社もあるわよ。あそこの社長うるさいな。16時に。マミヤ北斗。マミヤ、おい。二人の交際が始まったのは12年前。ニューヨークのカレッジ留学時代に遡る。お互いのルームメイトの紹介で知り合ったのがきっかけ。以後順調に愛を育んできた二人は、表向きビジネスパートナーとなった今も関係が続いているらしく。チワこそ私の運命の女性だという実感があります。どういうつもりよあいつ。留守番電話に接続します。話したいことがあります。今すぐ連絡ください。チワです。週刊誌見たよ。美咲さんと付き合ってるってどういうこと。私のこと騙してたの。あのさ、いくら契約結婚でもそれはないんじゃないの。てか契約違反だよ。どこで何してるか分かんないけど早く電話に。メッセージをお預かりします。ご利用ありがとうございます。2人は夜の繁華街で密会する姿がしばしば目撃されている。今も男女の関係にあることを裏付けるかのように
親密そのものだ。結婚を発表したばかりだというのに、どこまで間宮の名を貶めれば気が済むのかしら。で、実際設楽さんとは付き合ってるんですか？ゴシップの専門雑誌を書くことを鵜呑みにしないでください。過去のことなら仕方ないわよ。千葉さんは運命の女性だっておっしゃってたじゃない。運命の女性が何人もいるんじゃないの。おい、待たせたな。記事は読んだ。で、今後の対策についてだが、なんかいい知恵はあるか？企業イメージの回復が急務です。せめて株主には謝罪の文書を送った方がいいんじゃないでしょうか。この際ですから、ミシェルハーツとの事業提携も白紙に戻したらどうですか？だから社長は私の夫なんですよ。そういうふうに言われましてもね、身分証がないとね、入れるわけにはいかないんですよ。あります。え、なんですか？ほら、いや、これポイントカードじゃないですか。何言ってんですか。何ポイント貯まってんの？もうすぐ500ポイント貯まります。少な、これ。違う、そういうことじゃなくて、これじゃ入れん。ちゃんと入行書がないとダメなんですよ。あ、見て見て、 UFO。 うそ、引っかかるか。そんなことで何やってんの。ここは屋内だから。屋内ね、君。奥様、本当は、どうなさいました？この人に証明してください。私が間宮の妻だってこと。あ、社長夫人ですよ。あ、大変失礼しました。え、どうなさいました？主人はどこにいますか？今すぐ会いたいんですけど。社長なら先ほど会長宅に向かわれましたが。え？あ、戻られたらご伝言を。ありがとうございました。社長お尋ねですか？連絡をしたらここだと伺ったので。残念ながら取り込み中ですの。週刊誌のことで釈明を求められているんでしょう？ええ。誰がリークしたのかは知らないけど、私にも責任の一端はあるわ。会長に会ってお詫びをしないと。その件はご心配なく、社長がうまく取り収めてくださいます。でも今は自重なさった方がよろしいかと。マスコミの目も光っていることですし、お二人一緒のお姿を見られるのはとてもまずいですわ。社長には私からお伝えしておきますので、今日のところはお引き取りを。じゃあ頼みます。それから奥様のこともご心配なく。え？おそらく社長の結婚を妬んだどなたかの仕業でしょうね。奥様には現在のお二人の関係は潔白だとお伝えしておきます。とにかく間宮グループ全体のイメージに関わることです。世間への謝罪は必要ですよ。もう終わったことです。はい。この件に関しては一切謝罪はしません。今はミシェル・ハーツの事業を早急に軌道に乗せます。何開き直ってるんですか。そうだ、そんなやけくそな手があるか。いや、一理あるな。スキャンダルを逆手に取ればブランドへの注目度が高まる。幸い株価も徐々に上向いてきてるし、下手に言い訳して悪目立ちするよりむしろ得策かもしれない。ええ、この機に乗じて商品化にドライブをかければマスコミの噂も追い風になってくれるかもしれません。そんな無茶。粉飾決算は明らかにできても自分の女性問題には蓋をしようって魂胆ですか。粉飾決算の時とはわけが違う。この手の問題に筋を通そうとするとかえってこじれる場合がある。悟や北斗の言うように、今は潔く目の前の状況を利用するのが得策だろうな。まあ今回は無
プライベートな問題だから仕方ないが、間宮の家に泥を塗るような真似は金輪際慎むべきだ。念のため週刊誌も名誉毀損で叩いておくか。私の弁護士に連絡させるから相談しなさい。ありがとうございます。何話って？週刊誌のことです。あ、過去のことはいいですよ。もうでも今でも付き合ってるっていうのは。週刊誌の書くことを全部信用するんですか、千葉さんは。私と北斗はただのビジネスパートナーですから。ただこんな取り上げ方をされてしまって奥様にはご心配おかけしました。本当にごめんなさいね。それじゃあ。帰ってたんだ。おはようございます。出た。何ですか、こんなところでお休みになって。全くもって美容によくありませんわよ。余計なお世話です。今度は何の用ですか。昨日血相を変えた奥様が事務所に押しかけられ、警備員と一悶着あったと伺いました。あつ、やはりご存知だったんですね。相馬さんも人が悪いですね。知ってたんですよね、二人が付き合ってたこと。だとしましても決して私の口からは。ええ、そうでしょうね。おかげで恥かいちゃいました。あの人が勧めたドレスなんか着てヘラヘラ愛想を振りまいて。バカみたい。この美貌、華やかな経歴、同じ女性として奥様が引き目を感じるのは当然ですわ。がしかし、奥様には奥様の良いところがございます。もっと自信を持ってくださいませ。それに過ぎたるは及ばざるがごとしと申します。何事もほどほどが一番ですよ。それって褒めてます？したら美咲がライバルじゃん。相当やばいよね。あの大企業の社長だもん。年収は億単位でしょ。もし離婚ってことになっても慰謝料弾んでもらえるよね。週刊誌なんて大げさに書いてるだけだよ。マミヤ出かけるわよ。はい。ただいま。おかえり、ちゃんちゃん。押しっぱなし。矢上くん？俺、お邪魔してます。なんでここに？近くまで来たら、お父さんが道端に倒れてて。え？いやね、あの自販機の下に100円玉落っことしちゃって、それをなんとか取れないかなってこう覗き込んだら、そのまま気を失っちゃって。どうせお腹空かせて動けなくなったんでしょう。ごめんね、矢上くん、迷惑かけて。いや、迷惑だなんて。ほら、千葉ちゃんも座って一緒に食べよう。すごいっしょ、矢上くん。料理が鉄人並みなんだよ。あ、すごいね。そんなことないですよ。よかったらどうぞ。ありがとう。いただきます。うん、おいしい。本当ですか、うん、よかった。こっちもどうぞ。隠し味に白ワイン使ってみたんです。いただきます。久しぶりだな、こういうの。一家だんだんって感じだね。一家って八神くんに失礼だよ。こんな貧乏家族と一緒にされたんじゃねえ。いや、ありがたいです。僕も一人で食べるよりこうやってみんなで食べた方が楽しいし。そう、うちはいつだって大歓迎だよ。毎日来てくれたって構わないんだから。お父さん。だってさ、家族なのに全然寄りつかない人だっているじゃない。しょうがないでしょ、北斗は忙しいんだし。本当に仕事なの？知ってるよ、あの雑誌。千葉ちゃん浮気されてるんじゃないの？あ、女も
嘘に決まってるでしょ。お父さんだって気にはなってたんだよね。借金返すための結婚なんて無理があるのかななんて。だってさ、何万の借金を返してくれるなんて、そんないい話ないでしょ。お父さん、そういうことだったんですか。ごめんね、黙ってて。大丈夫なんですか。え、どういう人なんですか、マミヤさんって。北斗のこと冷たくて傲慢で嫌なやつだと思ってるよね。いや、でもあれで結構優しいところもあるんだよ。肩肘張ってるだけで弱いところもあるし。まあ無理はしないでくださいね。辛くなったらいつでも相談に乗りますから。ありがとう、八神くん。じゃあ、ここで。気をつけて。おかえり。話がある。週刊誌のことだ。あんなの真に受けて取り乱すんじゃないぞ。はあ、どうせ今でも美咲さんに気があるから付き合ってたって言えなかったんでしょ。彼女と交際したのは過去のことだ。今はただのビジネスパートナーだ。お前が気にするような個人的感情は一切ない。本当？ああ。それにお前にだって俺の知らない過去ぐらいあるだろ。まあなくはないけど。分かったら余計な心配するな。ああ、それとお前あさって体空いてるか。あさって？付き合ってほしいところがあるんだ。いいけど。え、それってデート？ああ、おやすみ。もしもし。あんな記事が出てしまうなんて災難だったわね。奥さんからも責められたんじゃない？ああ、説明したよ。そう、私も念のためお詫びしておいたんだけど。悪かったな。ねえ、明日のアパレル協会主催のパーティーどうする？俺は欠席するよ。え？ちょっと用事があってな。そう、分かった。するような個人的感情は一切ない。チワこそ私の運命の女性だという実感があります。よし、これにしよう。おい、なんだそれは。別に。ルネクレール社との契約書か。プライベートブランドの開発は確か止められたんだよな。
あの小アッパに。いいじゃないですか。懲りないやつね。失敗したとしても、その時はその時です。あいつが全責任を取って辞めれば済むことでしょう。そういうことだけは知恵が回るんだな、高雪。せいぜい足元救われるなよ。余計なお世話です。こちらで良きお目覚めを。え、青汁？グリーンスムージーですわ。これで夜までバッチグー。夜って？本日はお二人初のデートじゃありませんか。やっぱり相馬さんをけしかけたんですね。社長はこの日のために徹夜でお仕事を懸命になさってました。でもまだ帰ってないんですけど。あれだ、こんな時間、奥様、早くご用意なさいませ。社長がお車で迎えに来られます。え、そうなの？え、ぐっと、ぐぐっと。あ、北斗、お待たせ。大丈夫？寝てないんじゃないの？いいから行くぞ。うん。おりました。マミヤ様、こちらへどうぞ。素敵なお店だね。よく来るの？ああ、まだ。はあ、今日はすっごく楽しかった。仕事無理させちゃってごめんね。いや、俺も楽しかったよ。あら、お二人も見えてたのね。おお。美咲さん、こんばんは。こんばんは。パーティーじゃなかったのか。ええ、あんまり退屈だから一人で抜けてきちゃった。会長に会いたがってただろう。大勢が押しかけるパーティーで名刺交換なんかしても意味ないわ。そうだ、千葉さん、先日はいろいろとお騒がせしてしまって申し訳ありませんでした。いえ、もう謝ってもらうようなことじゃないので。あ、もしかして今日はお二人デート？ああ。ええ、まあ。へえ、どこに行ってきたの？水族館とプラネタリウムです。ああ、私も好きよ、水族館。トンネルになった水槽があるのよね。プラネタリウムもいいわね、ロマンチックで。もしもし。ああ、それで？ああ、よく会いますね。このお店、美咲さんの行きつけなんですか？ええ、昔よく来てたのよ。そうですか。でもよかった。
彼の奥さんがこんなに可愛らしい人で、最初はねちょっと心配してたの。いくら間宮の家に取り入るためでも全然知らない人と結婚するなんて言い出すんですもの。お邪魔しました。おい、どうしたんだよ、さっきから黙り込んで。やっぱり変。何が？美咲さん、私と張り合おうとしてた。北斗のこと今でも好きなんじゃないかな。それにあの人、北斗が私と結婚した理由も知ってた。北斗のこと何でも知ってるんだね。まだ疑ってんのかよ。だって不安なんだもん。北斗が私のこと運命の女性だって言ってくれたのは嬉しかったよ。だけど言い換えれば私たちの絆ってそれだけじゃん。美咲さんが北斗と一緒に過ごした時間の長さにはどうしたって勝てない。あんなに綺麗で頭良くて完璧な人が北斗のそばにずっといたのに、どうして私なんかとって疑わずにはいられないよ。あいつと張り合ってどうする。お前にはお前のいいところがいっぱいあるだろ。いっぱい。お前の作る飯はうまい。そう？うん。お袋の手料理思い出すよ。一緒にいるとホッとするしな。それによく食べるし、健康そのものだ。そこ重要？ペットの犬じゃないんです。もしもし。お休みのところ申し訳ございません。今会長からのご紹介で弁護士さんが見えておりまして。分かった、代わってくれ。あ、はじめまして、会長の顧問をしております城島と申します。ああ、例の雑誌の件ですね。はい、名誉毀損に当たるかどうか差し支えなければ確認させていただきたい点がございます。奥様と入籍されてから設楽さんとあなたの間に事実上不貞行為に該当するような行動はなかったでしょうか。あいつと張り合ってどうする。お前にはお前のいいところがいっぱいあるだろ。伸びた前髪をかき上げたその先に見えた。よし、気合入れていこう。もちろん当然ですよ。ええ、結婚した以上
他の女と関係したら有責自由になる。そんな面倒なこと私がすると思いますか。トップの座を守るために何を我慢すべきか心得ております。ご安心ください。私は全て計算した上で動いてますから。自信ないんだよね。全然あいつと結婚したならあいつの気持ちを分かろうとしないことです。持ち駒をどう動かしていくかで勝負が決まるんです。失敗したのはあなたですよ。私なら彼の役に立てる。あなたにできるのは公の場で彼の隣で笑っていることだけでしょ。本当は美咲さんと結婚したかったんじゃないの。何にも分かってないんだよ北斗は。千葉さん、僕の家に来ませんか。もう十分だろう。